ジェス、いるの？ジェス？キッチンカウンターにはいないし。いた！なんであそこに座るのが好きなの？ああ、冷たい牛乳が飲みたかったのよ。ああ、おいしい。今、牛乳って言った？ジェスみたいな猫と住んでいる人の鉄則は、牛乳を放置しないこと。こっちに引き寄せたらバレるかな。もうちょっと。何してるの？何も。グラス倒さないでよ。わかった？ダメ、ジェス。もうちょっとだけ押して。やめなさい。やっちゃった。もういや、引っ越す。こんな時間には誰もが眠っているはず。ジェスを除いてはカーテンで遊ぶのにこれ以上いいタイミングないですから。わかったか、カーテン。負けてたまるもんか。私はこの家の女王なのよ。おっと、なんか引っかかった？何の音？大丈夫、寝て。ソフィア元気？ジェス、あっち行って。夜中の3時になんであんなに元気なの？カフェイン最高。朝食って大事よね。今朝はお腹ペコペコ。美味しい。お、ジェスも食べたいみたい。何か入ってる？空だ。何か用？ジェス、猫にくっつきすぎなんてないのです。食べ物があると特に。あ、エイミー、ソファーから落ちないでね。向こうへ行って。次はここか。にゃー、見つめたってダメよ。腹ペコなかわいそうな子猫なの。もうちょっと食べる？なんか変な匂いね。いらない。忙しい一日の後のシャワーって最高。パックタイム。わっ、ジェス、シャワーを浴びてる間ずっといたの？お、休憩するのにいい場所ね。ソフィア、起きてよ。ねえってば。新しいシリアル買ってきて、今すぐ。もういい、じゃね。それで寒かったけど上着はいいって言ったの。だけど彼、着てたスウェットを貸してくれたの。可愛いよね。ジェス？あ、スマホ忘れてった。なくなったってどれくらいで気づくかな。ただいま。変ね、スマホここに置いといたんだけど。あは、騙された。うまくいったわ。キャッ、なんでここにいるってわかった？こっち見てなかったよね。あ、ううん、見てる。困った、どうしよう。キャッ、いたずらよ。なんでそんなに気味が悪いのよ。ジェス、人間みたいな仕草してる。見て、何を買ったと思う？でも、たまに猫の本性が。このワンピース素敵でしょ？まあまあ。試してみる、絶対可愛いから。この状況で猫なら何をするのか。ジェス、猫の飼い主の皆さんなら空の紙袋を我慢できないの知ってますよね。何？誰？ビッキー、入ってる？ビッキー？変ね、ここだと思ったんだけど。ビッキー、開けてよ、早く。あら、あなたなの。入って。いいわ。なんで？入って。いや、ここでいい。はいはい。ビッキー、気が変わった。入れて。ビッキー、ジェス、何してるの？猫が何にでも頭をこすりつけるのってなんでなんでしょう。ジェス、頭がかゆいなら薬でも飲んだ方がいいんじゃ。さてと、なんだっけ？あー、漏れちゃいそう。ちょっと開けてよ。漏らしちゃうから。
あら、ビッキー。ここでのんびりしてるのよ。でもあっちに行ってあげる。早く出てよね。何これ、めちゃくちゃじゃない。猫一匹、人間一人でどうやって。ジェス、私のことか。火曜日までここにいよっと。やった、届いた。大きな箱が届いて、開けるだって最高。ネットで見たより可愛い。え、ジェス、何するの。ジェス、リサイクル前に箱を潰してもいいけど。映画ナイトの始まり。ジェス、おいでよ。ここを歩く必要ある。手を置くところに気をつけてよ。猫が理由もなく上に乗ってくるのってなぜだ。よっこらしょ。普通の人みたいに席に行ってよね。猫の昼寝って最高。あれ、何、ひどい音。宿敵の掃除機。どこに隠れよう。あー、こっちに向かってくる。テイラースウィフトを聞きながらのお掃除。ここに永遠に隠れてなきゃいけないの。ただいま。メールは来てるかな。待ち合わせは3時じゃなくて4時半って言ったのに。ジェスは？ドア閉めるの忘れた。いたいた。大丈夫、帰ってくるから。さあ、恒例の笑えるメイキング映像。猫みたいな行動をする人や、ただただ猫好きな人を知っていますか。そんな人にこの動画を送ってあげて。今回みたいに最高な動画が他にもあるので、1、2、3、GO チャレンジにチャンネル登録お願いします。